どうぞ。いきます。ほら、いいな、いいな、それは。SB ならではのね、ビールを。ならではや。旅ならでは。旅ならではですね。あの、今日はどこに行きますか？千葉で。うん。あの、キャンピングカーショーの日本最大級の幕張メッセに。展示場な。展示場に。行ってみたいと思います。はい、その前にちょっとね、淡路島で腹ごしらえをしてます。はい、そしたらね、こちらの方がサワラ用のお醤油となってますので、はい、わさびの方に入れてください。ありがとうございます。ね、そのままね、お刺身として食べていただいても構いませんし、あのお刺身、サワラをご飯の上に乗せてね、丼、うん、として食べていただいても、うん、お好みで食べてください。はい、でご飯の方はね、おかわり自由なんで。はい。うん、はい。観光屋地さんのサワラ丼。わ、いくら美味しそう。何、こんにゃく？なんでやねん、サワラ。こっから俺目悪いやん。こんにゃく定食なんか食べる？じゃあ、お菓子も頼むなので。サワラの皮をね、天ぷらにしてます。お塩かけてますので、そのまま食べてください。結構美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いや、サワラの皮を天ぷらって。ね、観光屋さんってコスパ最高やで、今なあ、うん、これ一個、あ、よかじゃん、うん、最高だよな、楽しみやな、うん、大丈夫な、久しぶりの運転で、夜にはあの予約してる RV に、RV にな、ね、あの到着できたらいいかなと思いますので、うんうん、今回もよろしくお願いします。はい、めっちゃ目合ってる。なんであんたはそんな面白いの？無事に到着しました。 RV パークに、はい、なんとなんと東京都墨田区にある RV パークでございます。はい、今からちょっともんじゃを食べに行ってまいります。浅草に向かいます。浅草近いからな、はい、うん、行ってきます。はい、ブリじゃん、すごい高速から見えて、うお、でかっ。それ天閣と一緒にシーナって大阪市にすごい綺麗な、綺麗、乗せるのは多くなってきた、ね、あー、やっぱり。うまそうやな。美味しそう。明日の展示会お宅上のブラックペッパーと青のり非常に合いますので、ぜひかけて食べてみてください。うわー、美味しそう。分かってない。あー、うまい。明太を入れるんだ。あ、美味しいな。飲めると嬉しいやろ。まあ、な、今
すごいな。ゼロ。さあ、応援いけるよ。どうする？何個食べれるかってことやからな。そうよ。たこ焼き魂見したるよ。よかったもんね。はい。中山男のも安定の先に寝るやつですね。何お尻映ってんで。おやすみしてね。はい、久しぶりのキャンピングカーでいるもんな、はい、おやすみなさい。ではでは、おやすみ。グッナイ。グッナイ。ここですね。お昼から飲めるようになってるのよな。今、おむすびとかもある。ああ、妻のもある。あとは、ジニーおすすめとか書いてあります。 ありがとうございます。はい、今日は帰れてくる。はい、すいませんね、私だけいつも行きます。カーショーですね。カーショー。本命はフヤっていうこと。はい、それを見に来たもんね。ハロガー。後で乾杯しましょうね。夜、はい、お昼いただきます。そやな。うまっ。見て、お刺身見て、美味しそう。ラッキー。そうだな。東京のカニクロム。キャンピングカーショーいいからな、犬連れてても。でもうちの子たちはどーん、いけないね。姉ちゃんもいけないね。うるさいから、あんたたちは。すごいな、でも。もう何個の駐車場でも全然レベル違う。並んでるな。でかすぎる。しかも今日いい天気やしな。はい、到着しました。幕張メッセ。すごいな。規模が違うっていうか、もう駐車場。何個のな。広いし。展示会より、もうほんまに5倍ぐらいあるじゃん。あるな。広さここ。広いし、なんかもう。難航でもテンションぶち上がってるけど、どう？車の体勢上がってる。テンションの話聞いてる。テンション、爆ぶち上がりや。噛むでな、そういうところがやっぱりな。爆ぶち上がりや。じゃあ、ではでは。勝負、はい、勝負かけていきますよ。楽しんでいきたいと思います。フィアット狙いで、はい、今日は。はい、はい、キャブコンの嵐やな。かっこいいな。キャブコンで10回言って。ご了承のほどお願いいたします。キャブコン、キャブコン。あれや。あれや。見る？見るなって人のやつ。お腹はいろいろ。いっぱいあるもんね。うん。いきなり入れたという。ありがとうございます。やば。すごい数やな。置き方がもう密集してんもんな。冷蔵庫いいよな。
冷蔵庫一回開けて。ここにあるのめっちゃいいな。いいよ。これはね、リビング。でもそれがベッドになったらさ、これはベッドになる。これ上降りてくるね。これ。まあでも広いんじゃない？うん。だから荷物別にこの上に俺は使えへんやん。うん。ちょっと下ろして荷物置いてもらえ。これやばない。やばいな。やっぱ1000万超えんの。でエアコンやろ、ここから。そうやな。めっちゃいいな、でも。シンクもあって。これもいや、でかった。あ、5400かった。めっちゃかっこいい。ほら。あ、これっぽいで。これや。後ろのベッドこれ自動のやつじゃないもんこれな。あ、これや。うん。あ、めちゃいいやん。荷物は少ないけど、こっちの方がベッド広くない？こっちの方が広いからいいで。これ思ったのこっちからな。これやな。うん。で右ドアやったからな。スライド。めちゃいいやん。うん、いやこれでクーラーとかな。荷物大きい。あそこ行き止まりにできない。5400。うん、5400中。R by Land。RV な。家庭用エアコンついてる。めっちゃ良くない？やばい。見てみ。薄い間多分早いから。こっちに多分来るで。すごい。あ、ちょうどよくない？このシンクとか。下冷凍庫？冷蔵庫も。あ、上冷凍庫。下なんなんやろな。あ、スライドするから。開くで、これ。スライドするから。うん、めっちゃいいやん。変わってんな。これいいな。うん、どういうことなの？ここ座られへんやん。冗談ホルベッド。え？ここがベッドになるの？ここも。あ、ほんなここしか座らない。冗談ベッドサイズ。冗談フルベッドサイズ。ベッド広い。エアコンどこについてんの？エアコンこれや。目の前。ほんまや。すごい。これすごい。常設っていうことはこれ閉まっちゃうんですよ。今ここも座れるってことですか？そうですね、はい。このマットを外していただいて、はい、こうしますかね。ああ、すごい。こっちはシングルベッドサイズ。はい、あ、これがね。すごい。これね、テーブル出てくる。めっちゃいい。ずっと6名のダイネット。すごい。あ、ベッドも作るのも楽やしね。そうですね。意外とね、スッと出てくるんですよ。これで納期どれぐらいですか？大体1年ぐらい。1年？はい。これ早いですね。これは会社？ベースはそうです。デュカと。会社は？あ、会社はRVランド。RVランド、どこにある？茨城の上層。あ、茨城。茨城。はい。テレビとかもこれつけれます？まあつけれますね。まあ大体この辺になっちゃうかなと思いますけどね。はいはい。これはやっぱあれですか、修理とかって時間かかります？修理ですか、はい。まあ、そこちょっと気になるところですよね、はい。でまあ、うちは一応技術者いるんですよ、はい。昔からフィアットとかスプリント扱ってるんで、うん、外車をいじれる技術者いるんで、はい。まあ、ご対応はできますけど、まあ、その故障の度合いによりますよね。あ、まあまあね、どれくらいかかってくるのか、やっぱり部品も
外国から昔は確実にそうでした。今は一応正規輸入が始まったんで、うん、その部品の供給とかも今後はどんどん良くなっていくだろうの段階です。1年後のこの車の頃にはより安定的に供給できるようになってるはずです。スピード、ね、スピーディーにね、はいはい、ここめっちゃいいな。いいな。全然まだタイプちゃうね。これフィアット、デュカットね。そうです。このスライドのここに冷蔵庫あるタイプ多いですよ。ああそうですね、そうですね。これね、はい、このこんなんもなかったもんね、はい、日本ってやっぱり、ね、乗車定員多いの転ばれるんですよ。ああいっぱい乗れるんですよ。ああなるほど。あのお孫さんとかと一緒にご旅行行きたいっていう家族多いんで、はいはい、で海外はもう大体余命定員なんですよね。あでも一家族とでこの時代で行くっていう、そのコンセプトじゃないんで、まあ、日本向けのコンセプトでスペースを有効活用してる、うん、この発想はあんまないじゃないですか。ないね。この辺のオプションも入れたお価格がこれ。あ、全部オプションつけてね。この4つだけですよ。あこの4つね。モーニング入れたらこれってこと。フロアとかエブリとかついた状況だとこの値段。はあ。そうなの。バッテリー。リチウム。あまあ別に荷物な、うん、そこまでのキャンプセットいなんか上に結構収納あるしな。あるある。クーラー渋いわ。渋いな。飲み込んでな。これオーダーメイドなんですよ。オーダーメイド。あこっちの方なやっぱりローズの手間ですなくて感じしてもらったりして自分がデザインできんやん。中見せてもらえる。だから大きいんやな。私が今回75になったのかな。シャワーを使う。うん、そうですね。掃除大変だ。Thank you.